はい、弾丸論破続きやっていきましょう。チャプター2に入っていきます。苗木くんもうね、今これもう3人死んでるところから始まってるからね、何も言うことないよな。で、今何時？時計ってなかったっけ？ここは片付けられている。消えてしまった。まるで最初からそこには何も存在しなかったかのように、前園さんの、痕跡はきれいさっぱり消えてしまった。あいつの言った通り。モノクマ？そうそう、学級裁判も終わったことだし、邪魔な死体はきれいに掃除しといたから。しょうがないな。いいのいいの、お礼はいいの。僕はお前らの喜ぶ顔が見たいだけだから。それに腐っちゃったりしたら目も当てられないし、健全な生活にも支障をきたすでしょ。そもそも健全な生活ではないんだがな、ここにいる時点で。僕には死んだ前園さんのたちの死を、弔ってやることも許されない。そういうことか。まるで冗談のような、まるで悪夢のような。この状況を確認し、僕はみんなが待つ食堂へと戻った。はい、食堂。遅くなってごめん。あのさ。苗木大丈夫？部屋を確認するだけと言ったの割に遅いから、今から迎えに行こうと思っていたのだぞ。ごめん。それでどうだ？部屋はちゃんと掃除されていたか？死体なんかが放置されている部屋では寝られなくて困ってしまうからな。空気読めなさすぎだろ。僕の部屋何もなかったみたいに綺麗になってた。本当にそこで何もなかったみたいに。そうか。殺人が起きた部屋で寝泊まりは辛いだろう。そのまま前園の部屋を使った。ああ。でも前園さんの匂いが残る部屋で寝泊まりする方が辛いっていうか、それに前園さんの死から目を背けちゃいけない気がするんだ。苗木。元気出してよ。しょげ帰ったって仕方ないんだしさ。とにかくみんなで協力すればここから出られるはずだって。だからさ、みんなで協力して明るく行こうよね。気休めにもならないことを言うな。戸上。今だって何度も協力と言いつつ殺人は起きた。そうだよな。次からもっと簡単に裏切るものが出るはず。そう。そうなるんだよ。今や殺人は現実離れした出来事ではなく、ごく身近なものだと誰もが知ったのだからな。毎度の才華が唇を切ったせいでね。だけどこれ以上犠牲者を増やさないためには、みんなで協力して黒幕と戦わないと。だから言ってるだろう、気休めにもならないことを言うなと。協力するとか戦うとか、これはそんな次元の話じゃないんだ。と言いますと、よろしいですか。黒幕は当初私たちが考えていたよりもずっと強大な力を持ち合わせているようです。警備が厚いはずの希望ヶ峰学園を乗っ取り、さらにはそこに様々な改良を加え、一応は高度な技術力を有するらしいモノクマを開発し、私たちの膨大な生活必需品まで揃えて、極めつけはあの処刑。全て手が込みすぎています。ただの異常者の仕業とは到底思えません。逆らうには危険すぎる相手と言えるでしょう。ならば我らはどうするべきだ。ルールに従うまで。どうしてもここから出たいというのなら、他の奴らを騙して勝つ、それしかないだろう。まあ嫌だとね、言う人も出てくるよ。なんだ。誰かを殺してまで行きたくない。嫌だよ。人を殺すのはもう嫌だよ。うん。もうってどういう意味だべ？だって。桑田くんはみんなが投票したせいで死んじゃったんだよ。なるほど。自分たちも、加害者だと。みんなで殺したのと同じだよ。けどよ。でもよ。あの時、桑田に投票してなかったら逆に私らが処刑されてたんだよ。藤崎ちゃんはそれでよかったの？そうですぞ。これ以上自分を追い込むのはマゾヒストのすることですぞ。ねえ、藤崎さん、悪いのは藤崎さんじゃないよ。桑田くんでももちろん前園さんでもない。全部黒幕のせい。僕たちに投票を強制したのも黒幕なんだし、逆らってたらどうなってたかわかんないんだ。それに処刑なんて言ったけど、結局桑田くんを殺したのは黒幕じゃないか。だから僕らが憎む相手は、自分たちじゃなくて黒幕のやつなんだ。さあ、モノクマか。
です。あれ午後10時になりました。10時になった。ただいまはいはい。夜時間になります。はい。まもなく、先ほどのお前らの発言には、自分を正当化しようとする、浅ましさが見え隠れしていました。はい。見え見え隠れ、見え見え、くらいの割合。つまり、ほとんど、丸見えな見え隠れでした。いいですか？よく覚えておいてくださいね。覚えときます。人が人を裁く責任は重いんだ。ちゃんと自覚しろよな。人が人を裁く責任は重い。はい。自制と責任の上にのみ成り立つんだよ。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。なんなのよ、今の。全部俺らの責任ってことか？そいつはまた随分なこったな。そうが、言いてえことだけ言いやがって。さあ、夜時間。激動の一日は終わりを告げた。前園さん、江ノ島さん、桑田くん、三人もの犠牲者を出した激動の一日。だけど、これはまだ始まったばかり。僕らの絶望はまだ始まったばかりだったんだ。チャプター2。週刊少年絶望マガジン。はい。翌朝、朝のモノクマアナウンスとともに僕らは体育館へと呼び出された。今度は何させよってんだよ。そんな風に戦々恐々とする僕らを巻き込む形で極めて唐突にそれは始まった。はい、腕を上下に伸ばして。はい、ラジオ体操だね。1、2、3、4。石丸、さらに強く上下に曲げ伸ばしましょう。全身を緊張させ、素早さと力強さを身につけるのだ。はっ、やっぱ運動って気持ちいいよね。インドアばっかだと体もなまっちゃうからね。ラジオ体操か。自分で閉じ込めたくせに。細かいことは気にしない。それが、それがマイ生き方。今の僕、かっこよかったんじゃない？惚れる惚れ死ぬ、もだえ惚れ死ぬ。それで。要件はなんだ？ラジオ体操だけのために呼んだのではあるまい。ラジオ体操だけだけって言った？ラジオ体操を笑う者はラジオ体操なく、どうしたどうした？そんなにラジオ体操に情熱ないんだけど。猿暗殺拳の、極意がみっちり凝縮されているモノクマラジオ体操、闇の帝国に代々伝わる秘伝の暗殺拳がな、はい、なんだか中学生が考えたような恥ずかしい設定のラジオ体操ですね。いいからそろそろ答えろよ。本当にラジオ体操のだけのラジオ体操のためだけに呼んだのか？あのね、あれやだ、僕はそんなに暇じゃないよ。じゃあ、発表します。この希望が峰学園の学校裁判を乗り越えるたびに新しい世界が広がるようになっております。ほう。ほう。どういうことだべ？新しい世界。お前ら。お前らも、こう、一生ここで暮らしていくのに何も刺激がないと困るでしょ？それに適度にやる気を与えないとお前らみたいな白け世代はすぐにブー垂れるし。てなわけで、探索はどうぞご自由に学級裁判後の世界を思う存分楽してください。ほう。まあだから、行けるエリアが広がるってことでしょ？ひょっとして。外への出口とか、まあそれはないな。その可能性は低い。みんなも調べてみないとわかんないだろうが、どちらにせよもう一度学園内を探索する必要がある。ひとまず手分けして調査。はい。食堂に戻って互いの調査結果を報告し合おうではないか。バカの人そぼえだな。定番と言ってくれた前、早速始めると。はい。散っていきました。じゃあ、ここでまず、調べれるところがないからもう出ましょう。まあ、おっと。どういうことだね？葉隠れ。おぉ、なぎっち、そこのショーウィンドウの中見たか？これはまずい、なんだ。変なものなかったと思うけど。ん？恐ろしい罠。並んでいるものには、外なる神からメッセージが込められている。
破滅の予兆出してくれ、俺をここから出してくれ。なんだかよくわかんないけど、そっとしておいた方がいい。まあ気が動転してるのはわかるな。まあここなんもないよな。じゃあ行ける場所が広がったという、おーっと石丸大君見たまえ。あ、階段のシャッターが消えてる。あ、2階に行けるようになったか。あー、しかしそういう時こそ基地の場所を調べることが重要。素晴らしい発想だろ。あー、まあね、学校側頼んだぞ。はい、早速2階に行ってみようか。新しい世界、この上に何が。行ってみようか。学校エリア2階、何か手がかりがあるかもしれない。いや、きっとあるはず。ほー、2階に行ける。ここは水蓮場ってことは水泳ルームだね。はい、聞いて聞いて、奥にプールがあるの。プールが、プールがあるんだよ、プールが。そんな連呼しなくても分かったから。教室にはトレーニング機器が勢ぞろい。さくらちゃんが知ったらすげえ喜ぶよ絶対。そうだね、だいぶテンション上がっている。藤崎さんは、あー、藤崎さんじゃなくなった。あー、藤崎だ。藤崎じゃねえ朝比奈だ。あれ、何？更衣室のロックを解除するには ドアの横にある、あー、カートリッジに自分の生徒手帳を重ねてください。ただし更衣室のセキュリティは万全を期すため、男子の生徒手帳で入れるのは男子の。はい、そりゃそうやね。でもじゃあ誰がドアを開けてる隙に別の誰かがこっそり入ったりしたら、そんな卑猥なことをする輩は不純異性行為として、容赦も情けもなく罰しますと。ガトリングガンブラフ下がった。あんなので撃たれたら怪我どころじゃないぞ、死んじゃうと思う。ですが生徒手帳を貸し借りした場合はどうなるんです。おお、そうね、考えてなかった。そんな卑猥で卑猥な鬼畜な方法があったとは。じゃあこういうのはどうかな。高速に電子生徒手帳の他人への、あー、貸与禁止。そうすれば電子生徒手帳を他人に渡さないでしょ。うん、そもそも他人に電子生徒手帳を貸したりする人がいるとは思えませんけどね。悪用されたらたまったもんじゃありませんし。っていうか更衣室のセキュリティにはやけにこだわるんだね。いろんな間違いが起こらないように見張りを厳重にしておかなければならないのです。寄宿舎の方も取り締まってほしいですわ。あちらこそ何が起きても不思議じゃありませんよ。男女が一つ屋根の下で寝泊まりするなんて。僕は神聖な学校のイメージを守りたいだけだから。はい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 。寄宿舎で何が起きようと興味ないんで、力づくてもアブノーマルでもう好きにすれば。最低。最低。はい。せっかく上がった気分が台無し。気分転換に一泳ぎしてこいかな。セレスちゃんと藤崎ちゃんも一緒にどう。私、お顔が水に濡れるのは苦手、遠慮。なんで悩んでるとき泳ぐのが一番なのに。まあそれをね、価値観をね押し付けちゃダメだぞ。それは朝比奈さんだけじゃ。はい、ってことはこっちは入れませんよと。はい、調べれるのは、あ、なんかあるな。浮き輪、浮き輪、救命用浮き輪。ん？なんかめっちゃ今、あのメダル持ってなかった？ビート版だ。80枚になってる。一章終わったからかな。ガトリングガンが見えます。で、監視カメラ。まあそんなとこかな。うん、あ、で入れるってことね。はい、なんだこれ、ポスター。まあ違和感はあるけどって感じかな。うん、まあ普通に
プールに、おー、行けますよと。で、そこになんかロッカーみたいなのがあると。ロッカー、プールには付き物。うん。あとは、監視台？見張り台？あ、別になんか観察できるわけではないのか。プールから出ます。じゃあ、普通に、プール以外のところを調べようか。こっから出て、トイレがあります。もう誰もいないな。調べれるのは一箇所だけ。用具入れ。まあここでもなんか起きるんかな。でここが教室だね。おっと、さくら。なるほど。新しい世界とはこの回のことなのだろうな。詳しく調べてみる必要がありそうだ。まあ以上か。時計を見上げてしまう。監視カメラ。まあそんななんか変わったところはないね。あとはここだな。図書室。はいはい。おー、3人、4人いる。ギリギリ。ほこりっぽいわね。照明も暗い。図書室なのに読書に向かない環境だわ。これはショックです。なんだ？何か？これだけ本が揃ってるのに猫じゃない。僕の書いた漫画がねえじゃねえかと。当たり前じゃない。漫画なんて図書室にあるわけないし。そもそも同人誌なんて素人の書いた絵本でしょ。わかってない、全然わかってない。わかってるわよ。どうせあんたみたいな顔が描く漫画なんて大したことないのに決まってる。これ以上の屈辱があろうか。作者の見た目だけで作品の中身を決められるなどと。見た目など何の意味もないのだ。次はこいつらなんかな。僕が見てるのは僕を包む皮に過ぎないのだ。僕の意味や価値は全て僕の創作物で決定する。最低レベルなんですね。なじられてる、なじられるのには慣れている。その程度の精神攻撃で僕の HP を削れると思うなよ。この二人完全に怖いな。で、トガミ、興味深い。黙れ。黙れって言われた。深川さん嬉しいんじゃない？これだけ本があると。別に興味がある本はそんなにないみたいだし。確かに本が並んでますが、品揃えがよろしくないようですな。はい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 、分かった、あったあった。こいつらのノリが。深川透子殿が得意とする恋愛小説だって実はラノベにも通じるどころか。何なのよ。ん？で、純愛恋愛小説をあんな紙くず同然のものと一緒にしないで。あんなの文章ですらない単なる文字の集合体。すごいいいよ。ハエになればいい。またまたそんなこと言って、実はボーイズラブ系を熱望してたり、ボーイズラブやらアニメや漫画や同人誌、そんなものはね、別な不文化よ。5年後には綺麗に消えてる使い捨て文化よ。口にしただけで気持ち悪いなとか吐きそうよ。おーおーおー、ああ、これ以上ないほど怖い。で、調べれるのは、棚、ほこりっぽい、長年ほったらかし。なるほど。ここも一緒かな。うん、そうだね。お、え、マジで？そういう感じ？ここもじゃあ、あ、違うのかい。で、この机は、机にも、ほこりがあると。で、これが気になるね。ポツンと手紙が置いてある。この手紙って、
希望ヶ峰学園事務局。中を確認。勝手にはまずい。読まずに放っておくことがまずい。わかったよ。一枚の便箋が入っていた。読み進めていくと、希望ヶ峰学、ごめん。希望ヶ峰学園事務局からのお知らせ。長年にわたり世界に通じる人材の育成に専念してきました。長い歴史を刻む中で本校は政府特別認可の伝統ある教育機関として数多くの卒業生を社会に送り出し、今や各界で多数の卒業生が活躍しております。ですがこの度我が希望ヶ峰学園はその栄光の歴史に一旦幕を下ろすこととなりました。ほう、深刻な問題の発生。しかし希望ヶ峰学園はこれで終わりではありません。すぐにでも活動を再開させる所存。はい、問題。ほうほうほう。政府当該機関の認可を持って行われることを申し添えます。廃止されてたってことか。興味深い内容。どうやら、うん、学校としての役割を終えていた。しかもこの手紙に積もっていた誇りの量からして、つい最近ってわけでもなさそう。1年以上も前、そんな前に閉鎖されていた可能性がある。黒幕は無人と化した希望ヶ峰学園を乗っ取り、この妙な学園生活の舞台を作り上げたのだろう。うん、数日前に学園にやってきた時は、まあ確かにそうだね、閉鎖されてるなんてそんな雰囲気はどこにもなかったけど、それに希望ヶ峰学園は閉鎖されてるならその話だってもっと広がってるはずじゃない。あー、まあそうね。つまり、うん、黒幕の手、学園内に処刑場や裁判所を作るようなやつなんだ。何をやったとしても不思議じゃない。まあこの手紙が本物であると仮定すればの話だがな。謎が一つ解けた。あー、そういうことね。単純かつ明確な答え。それとこれも気にならない？深刻な問題の発生。うん、閉鎖に追い込まれた理由。僕らの身に降りかかっているこの状況と何か関係があるかもしれないと。相当重要な手がかり。黒幕の目的を探る上での。なるほど。現時点では何とも言えない。知るのは黒幕のみということか。黒幕の目的、僕らをここに閉じ込め、そんなことをさせている目的、それを解き明かせば僕らはここから出られるのだろうか。それとも、うん、まだ調べるところがありそうだ。だってあるとしたら、このドアの向こう、書庫。ほう、用がない場所だろう。そうですか。これ何？パソコン。お前じゃない。ギリギリじゃなくてこのパソコン。ノートパソコンだよな。結構古い型のノートパソコン。しかもかなりホコリをかぶっている。壊れている。電源入れても起動しない。なるほど。お、2階にも出口らしきものはない。他のみんなの調査結果に期待するしかない。そろそろ食堂に戻ってみるか。さあ、全員戻ってきましたね。諸君、調査を疲れたまだったな。どうだった？新しい発見あったか？図書室がありましたぞ。プールがあったよ、プール。トレーニング機器が充実した更衣室も。だが結局出入り口らしきものはなかった。そうだね。処刑帰ることはない。僕の大発見を聞きたまえ。お、石丸、期待してあげよう。なんとこの寄宿舎の1階にある食堂じゃない、倉庫と大浴場に入れるようになっていた。あ、なるほどね。1階のね。しかも倉庫には食料や衣料などの、なるほど、生活必需品が大量に保管されちゃった。はあ、これでいつでも小腹を満たせるというわけだな。よろしいですか？ですが夜時間は出歩き禁止。それを忘れなくと。肝心の出口は、見つかってないと。残念ながら。たくおめえらよ、新しい場所に行けるようになったとかはしゃいでる場合じゃねえだろ。俺ら閉じ込められてるんだぞ。出口を探せっつんだよ、出口を。
まあまあそう、目くじら立てても仕方ありませんわ。適応ですよ、適応。楽しく閉じ込められましょう。アホが言ってろ。とりあえず今後も調査を続け、何か新しい発見があれば随時報告するということで解散。今日は解散と。なんだか一気に重い空気になった。期待させといて裏切る、これが黒幕のやり方なのか。戸上なんか思ってんな。朝になった？あ、夜かな。校内放送、ただいまよ、はい、まもなく、はい、ではでは、はい、さよなら。出歩き禁止、今日は寝るしかない。さあ、モノクマ劇場、飲み物飲ませてもらいます。だからこそ自分が好きじゃない。僕は気づいてしまったんだよ。僕の人生って結局はコピー&ペーストなんだろ。想像力の欠如した単なる複製でしかない。そうなんだろう。あ、モノクマが言ってんのね、それ。あ、終わった。普通に朝になった。お前ら、おはようございます。おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ、はい、さて、今日も張り切っていきましょう。頑張ろう。あ、そうそう、ちなみに電子生徒手帳をアップデートしてあるので、アップデート、はい、法則が追加されましたので。ああ、さっき言ってた話かな。より充実した学園生活を。貸し借り禁止だよっていうのが多分追加されてんじゃない。法則の追加、うん。で、そんなことより朝食に向かいましょうと。じゃあ外出て朝食に向かいます。の前に大浴場にも入れるようになったというところだから、あ、一旦は食堂に行けと。了解です。じゃあ食堂に向かいますと。はい、苗木、おはー、もうみんな揃ってんの。お、戸上と石丸がまだ。石丸来てないのは珍しい。四国間の戸上くんを呼びに部屋まで迎えに来ました。ああ、なるほど。待つのは構いませんが、一つ問題がある。はい。喉が渇きました。別に倉庫から持ってこれんじゃないの。紅茶を入れてくださる？はい。ミルクティーお願いしますわね。なぜ僕が、丸い、で、体型は私が通っていた喫茶店のマスターにそっくり。それが理由。いいですわね。喉がカラカラですので急ぎでお願いしますわ。わかりましたよ。セレスさんの命令には逆らえなかったらしく、山田くんはしぶしぶ厨房へと入っていった。そして数分後、お待たせしました。あたりに紅茶の匂いを漂わせながら山田くんはトレイを片手に持ってきた。待っていましたわよ。ついでに全員も入れてくれればいいのに。ありえません。お前は全然タイプじゃないから大変。露骨。すべては因果律、因果律。ではいただきますよね。あら、なんだ。うんうん、おおっと、手にしていたカップを壁に向かって放り投げた。おい、おい、まさか。何をなさるか、ウサギさん。ん？こういうミルクティーって嫌いなんですわ。理解しかねますが、そうですわね。その辺の普通の喫茶店で紅茶を注文するとしましょう。するとレモンですかミルクですかと聞かれる場合がある。私はミルクティーと答える。ほうほうほう。ミルクが運ばれてきたりするのですが、ミルクティーを入れる際ミルクを先に入れたい派。
変わるそれなんか。え？香りが良くなるんだ。それに飲む直前にレモンかミルクを入れるかなんて、調味料レベルの選択肢と変わらないじゃないですか。そもそもその程度のメニュー、その程度をメニューの選択肢として認めていいかも疑問。ですから私は牛乳で紅茶を煮出すロイヤルミルクティーしか認めていません。はい。その時の僕らの反応を表現するとしたら、目を白黒させてって以外の表現は見当たらなかったはずだ。せっかく紅茶を作ったってのにそこまでしろと。面倒なのは知っていますが、ミルクティーとロイヤルミルクティーの両方が置いてある店では後者の方が値段が高いですからね。きっと手間がかかるんでしょう。ですが手間をかけないで何がメニューでしょう。いや、そもそもメニューも何も。ぶちぐそげー。おー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 、豚がすぐに持ったよ。豚って認めてる。豚目恐喝は便利。こいつやっぱ一番怖えな。人格変わったけど一瞬ブルッちまったぜ。セレス、一筋縄じゃいかない人みたいだと僕らがセレスさんの本性に戦々恐々としていたところで、お、待ち人がやってきた。おい、トガミ死んでないか、大丈夫か。妙な事態。妙。どうしたん？トガミくんが部屋から出てこない。何度インターホンを押しても全く出てこない。ギルスじゃなくて。ひょっとすると。だったらいいのだが、ひょっとして彼の身に何かあったのではないかと。その言葉が意味するもの、それ以上は言わなくてもだ、そのまま誰もが理解しているようだった。探してみた方がいい。みんなで手分けして。言っておくが、僕もそう提案しようと思っていたんだ。もう一度あいつの部屋に行ってみる。反応あるまでしくしつこくインターホンを押してみる。残った我らで手分けして探すとしよう。実際手遅れになる前にだろ。とにかく急いでトガミ君を探さないと。行きそうな場所、なるほど、図書室だな。絶対そうだ。セレス、なんでお前そこにいんだ。探しに行かないの？だってまだ紅茶せかすなら山田くんをせかしてくださいな。山田くんここにいるってこと？そしたらいる。苗木殿、どうしました？トガミくんの姿が見えないからみんなで探そうってことになったんだ。なんとそれは一大事。この豚目にはご主人様にロイヤルミルクティーをお届けするという聖なる使命がありまして、この豚には身に余る光栄、心を込めて奉仕いたします。ご主人様、そう、頑張ってね。じゃあここはほっといて、だとしたらマップから、2階のここでいいかな。はい、キリギリがいる。ね、あなたもここに来たのね。え、それが昨日トガミくんが興味を示したものを考えてみる。ああ、ギリギリ持ったもんね。彼がどこにいるか推測はできる。そうでしょ？昨日トガミくんが興味を示したもの、それってなんだっけ？図書室でしょ？ここしかないはずだ。図書室のドアを開け、中を覗き込んだと同時に僕は驚きの声を上げていた。死んでないか、大丈夫か。あ、死んでなかった。何やってんの？何やってん？釣りでもやってるように見えるか。読書中だ、静かにしろ。いやいやいや、でも集合しようよ。ごめん、じゃなくてさ、こんなところで何やってんの？みんな心配して探してるんだよ。おお、そうよ。どうして探されなければならない？だって朝はみんなで集まって朝食って、そうそうそう、約束だったでしょ。約束？まったく、ゆっくり読書もできないのか。朝ごはん終わってからでええやろ。パタンと本を閉じると影のようにゆらりと立ち上がったと同時に僕の声を聞き捨てたみんなの、他のみんなが続々と
おお、落としてね、集まってきました。堂上くん、こんなとこにいたのか。何してたんって。心配したのだぞ。心配される筋合いなどない。本を読んでいただけ。この程度の低俗な小説は今まで読んだこともなかったが、本が何かの役に立つかもしれんからな。何を読んでたの。推理小説。もしやそのトリックを使うつもりじゃ。バカを言うな。だよね。参考にする。なるほど。え、当然だ。俺が勝負するときは俺のオリジナルを使うさ。出なければせっかくのゲームがつまらんだろ。こんな緊張感のあるゲームなんて、そう体験できるもんじゃないんだ。やるからには楽しまんだな。僕は思わずゾッとした。うん、確かに笑みがあった。まるで笑顔。彼は楽しんでいるようだった。この狂った殺し合い学園生活を。何がゲームだ。てめえふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。ゲームはゲームだろ。たった一人だけが勝ち抜けられる命がけのゲーム。それだけのことだ。ゼロサムゲームですわね。よろしいですか。ゲーム推理、数学の一種。そこにはこのようなゲームをゼロサムゲームと呼びます。得られるものの数が決まっているので、誰かの取り分が増えればしわ寄せは他人へと集まる。そんな有限の資源を奪い合うようなゲームことですわ。なるほど。蹴落とし合いというわけか。実は入学試験や出席競争、ほとんどの社会的活動がこのゲームゼロサムゲームに当てはまります。全ては限られた枠の奪い合い、他人同士の蹴落とし合い。私たちの挑んでいるこの学園生活もそうです。そしてこの場合は限られる資源、それはたった一つの黒枠という、となるわけです。つまりこれは最初から蹴落とし合うことを目的として作られたゲームだってわけだ。そんな蹴落とし合いだなんて。だからこそ適用が必要なのです。脱出したいと思う人がいなくなれば、そんなゲームに巻き込まれる心配もありません。どうしてゲームを避ける必要がある。こんな楽しそうなゲームなんだぞ。そう言ってまた彼は笑った。不敵な笑み。あなたもそのゲームで自分が負けるとはみじんも考えていないようですね。当然だ。さすが世界有数の財閥である戸上財閥の次期当主ですわ。言うことが違いますわね。ただの自信過剰だべ。そんなこと言って死んじゃったらどうすんの。俺は死なん。その可能性すらない。フラグじゃなきゃいいけどね。何様だてめえは。それにしても改めて驚きだ。何がだ。お前みたいなポンコツ不良がこの現代にもまだ生存していたことがだ。おうおうおお、だから言ってるだろ、俺は殺されんと。いつまで言ってんだって。いくら言っても無駄ですわよ。彼には負けなんて概念が存在しないのですから。超高校級の軍、御曹司。若い頃から、幼い頃からあらゆる帝王学を叩き込まれた超エリート。ああ、生まれながらにして勝つことを宿命づけられ、そしてそれを実践してきた人物。彼にとって試練やゲームなど勝つためにしか存在しない。たとえそれが生死のかかったゲームだとしても。そうですわよね。よくわかってるじゃないか。素敵です。私も一緒ですから。ゲームとは勝つためのもの。同感ですわね。やめろ。お前みたいなのと一緒にするな。その不快な口を閉じろ。それは失礼したりしましたよ。はい、これだけは言っておく。お前らも気合を入れてゲームに参加することなんだな。敵が本気でないと俺もつまらん。やっと。そんなのダメだよ。なんだ。何？だって。これはゲームなんかじゃないんだよ。人の命がかかってんだよ。仲間同士で殺し合うなんて、そんなの絶対にダメだよ。おーおーおー。まともなやつがいてよかったわ。仲間同士だと誰がそんなこと決めたんだ。え、俺たちは仲間同士なんかじゃない。その逆だ。互いに蹴落とし合う競争相手なんだ。でもやっぱり。でもお前ごときが偉そうにそんな接続詞を使うな。俺の言葉には肯定してだけしていればいいんだ。おい、言いたいことがあるならはっきり言え。言えないなら最初から口を閉じておけ。ごめんなさい。また謝っちゃった。ざけんなこら。おい、これは弱い者いじめして楽しいか。胸くそ悪いんだよ。また仲良しごっこが始まったか。でも、それはいつまで続くんだ。うるせえ。なんだ。うるさい。そう言ったのか。全く我が耳を疑ってしまうな。そんな単純で無意味な言葉しか出てこないとはな。よし、決めた。今すぐ殺す。おっとっと、落ち着いて。落ち着いてんだろうが。どこがよ。
とにかく俺はこれ以上お前らと一緒に行動するつもりはない。京都市屋のゲームで協力し合うなど、そんな無意味な行動に時間を費やしたくないんだな。無意味って、ありえん。仲良し小良しの食事会などをもってのほか、誰かに毒を盛られる可能性だってある。まだ最後の晩餐に出席するつもりはないんだよな。芝居てみた地味たセリフばっか言いやがって。じゃあな。あとはお前らだけで勝手にしやがるってことだ。じゃあな。おーっと、実質離脱っていう感じか。もう僕らには引き止めることもできなかった。彼の考え方は僕らが理解できる範疇をはるかに超えてしまっていたんだから。はい、ゲイだよ。あいつ本気かよ。間違いなく本気でしょうね。だとしたら許せねえ。でも彼の言う通りかも。だって誰かが食事に毒を盛る可能性だってないとは言い切れないし。ちょっと深瀬まで何言ってんの。でもどうせ私がいなくなったって誰も困らないでしょ。むしろいなくなってほしいんでしょ、私が気持ち悪いから。いや、そんなこと思ってないけど。そう思わないと思い込んでるだけで、本当はそう思ってるに決まってるのよ。被害妄想ってレベルじゃねえべ。わかってるよ、いなくなってほしいんでしょ。みんなしてそんな風に思ってるんでしょ。ああ、ちょっと深川さん。放っておきましょう。ああなってしまっては誰も止められません。おー。深川と戸上消えたってこと？中止になって朝から疲れた。一日たりとも時間無駄にしてる暇はない。気を取り直していかないと。おっと、自由行動開始。ようやくここで自由行動来た。じゃあ今回は、てか舞園さんもいなくなったから誰がいいかな。こっからは本当に自由って感じだよね。あ、じゃあここ入れる？入っていける。人はいないか。一応観察ができる。マッサージ機、マッサージチェア、それからなんか空いてるぞ。ロッカー一つだけ空いている。でここが大浴場になっているというわけだね。はい、結構広い銭湯。あー、でここサウナか。まあこういうとこで事件起きそうだな。はい、そしたらそのまま2階に行ってみるか。どうしようかな。川もいるしけど、うわ、セレス行ってみるか。セレスと話してみようかな。じゃあ食堂にいるはずなので、ご用ですか。 D ランク、さあ行ってみようか。いいですわね。おっと、いいんだ。でも勘違いしないでくださいね。あなたに人間的な魅力は一切感じてませんから。ストレート、超ストレート。少し仲良くなれたみたい。プレゼントを渡します。渡すプレゼントはあったはず。クロワッサンじゃなくて、なんかないか。支配者のティーバッグ。手ぶら。持ちプリのフィギュア。あー、黄金スペースシャトル。アシュラの涙。何がいいかなー。防除棒人形、これにしようか。ちょうど欲しかったものが偶然の目の前に。おい、よかったじゃん。ほう、あなたには特別に、お、なんだ。
ギャンブルの必勝法マジで？あるの？もちろん存在します。いいですか、よく聞いてくださいね。すべてのギャンブルには戦略性が必要です。その戦略があれば負ける可能性は一気に減ります。ですがギャンブルの面白いところは、そんな戦略を圧倒する力が存在する点なのです。戦略を圧倒する力。うん、実は運には幸運と不運という2つのみが存在します。そこには普通という概念など存在しません。そして運という要素は、その人が設計される瞬間に全てにプログラムとして組み込まれているのです。よろしいですか。それが運命、つまり運こそが命なのです。さて、はい、必勝法って、私は生まれながらにしてギャンブルの幸運をプログラムされている。ですから負けることがない。それが必勝法。超高校級の幸運らしいですわね。私のギャンブル運をも上回るのか、いずれお手合わせお願いしたいですわね。ごきげんよう。それではごきげんよう。幸運とより不運、なおさらギャンブルには手を出さない方が良さそうだ。はい、スキルポイントが上がりました。自分の部屋と戻っていった。夜時間になるのか、これ。もう一人ぐらいいけるか。まだ時間はある。じゃあもう一人いっちゃおうか。おっと、脱衣所に石丸、ランドリーに、藤崎と、このなヤンキー。ああ、どうしようかな。あれ、うわ、キリギリはね、でも最後までいそうだから。深川にしたろうかな。ね、深川もまだ意外と残りそうな感じはあるけどね。インターホンをしてみよう。お、文句、私に文句言いに来たの。不愉快なのね、私の存在そのものが不愉快なのね。こんな深川さんと一緒に過ごします。せっかく一人の時間を楽しんでるのに。ほう、ツンデレな深川さんと一緒に過ごした。はい、プレゼント渡します。まあ、真っ黒クロワッサンでいいんじゃない。あ、ないんだ。そしたら、うわ、ないなぁ。これでいっか。男子からのプレゼントだと思って期待した私がバカだったわ。あれ？あ、印象が悪くなった。なるほど。何も喋んない。こっちから話題を振ってあげるか。仕方ないわね。話しなさいよ。でも話題振るって言っても、普段は何してるの？なんでそんなこと聞く？なんていうか、一緒に閉じ込められた仲間らしい、お互いのことをいろいろと知っておいた方がいいかなって。なんて言った？一緒に閉じ込められた、なんて言った？仲間。何が仲間や、そんな言葉で騙そうったってそうはいかないわよ。それで痛い目にあった。なんかそういう過去があるからも完全にネガティブ人間不信になってんだ。そもそも私のこと知りたいなんて口から出まかせでしょ。どうせ私になんか興味ないのよ。それぐらい分かってんのよ。いや、そんなことは。だったら答えてみなさいよ。何を？私が超高校級の文学少女ってことはさすがに知ってるわよね。もちろん文学賞だってたくさん受賞してるって。得意とする小説のジャンル。興味があるジャン、言うなら答え、ジャンル。恋愛じゃなかった？恋愛小説。答えられた。うん。深川さんの代表作とも言える恋愛小説で。影響を受けた若い女性の間で漁師が大人気になるなど、社会現象を生み出す大ヒットとなった。でしょ？どうして覚えてられるの？私のことなんて何の興味もないはずなのに。うん。あんたのまっすぐさが眩しいわ。ひぃ。あ、逃げた。なんだかよくわかんないけど嫌われたっぽい。はっはっは。ボキャブラリーを獲得。ラッキー。あ、これで夜時間かな。はい、夜時間ですね。
まあ、じゃあ今回はこんなとこかな。校内放送、はい、ただいまよ、はい、まもなく、はい。今日も終わり。今日が終わったところでこれは終わらない。これはいつまで続くんだ。そんな不安を抱えながら僕らの、僕の夜は更けていった。さあ、モノクマ劇場を見て終わろうか。はい。トイレの大きな鏡をじっと見つめてしまったもの。急にボイス入った。あ？全く意味なかったんじゃないの今の。さあさ。お前ら、おはようございます。はい、張り切っていきましょう。まずは食堂に行くとするか。はい。じゃあ今回はここまでで、次回この食堂に行くところからやっていきます。はい、お疲れ様でした。さら。